若月は日本海軍の駆逐艦。一等駆逐艦。若月は秋月型駆逐艦の6番艦である。名称は月齢に3日の細い月を指す若月から三菱重工業長崎造船所で建造。1942年3月9日に寄港。1943年5月31日に春工後訓練部隊の 第11水雷戦隊に所属。8月15日府で第61駆逐隊に編入。11月初旬のブーゲンビル島を沖海戦に参加。続いて、米軍機動部隊艦載機によるラバウル空襲を勝破で切り抜けた。損傷修理のため、練習巡洋艦、カシマなどとともに11月下旬内地駅島。1944年6月19日。 マリアナ沖海戦に参加。空母、大砲が、米潜水艦アルバコアの来撃という爆で、沈没すると、第一機動艦隊長官小沢寺三郎中将や小村慶造参謀長など、小沢艦隊司令部は、若月に移動した。その後、機動部隊司令部は、従順に洋艦羽黒を経由して、空母、随格に移った。同年10月末、 1> 早や一号作戦に伴う冷手沖海戦では、小沢機動部隊として参加。同海戦で空母4隻沈没後、若月は、内地には戻らず軽巡大淀とともに、奄美大島からフィリピンルソン島のマニラへ進出。第二遊撃部隊に編入され、冷手と島地上戦に伴う多号作戦に従事した。11月11日、多号作戦に従事中の若月は、 米軍機の空襲により、島風型駆逐艦、島風等と共に、米テ島、オルモック湾で撃沈された。1939年度計画箇所を109号艦。日本海軍は、三菱重工業長崎造船所で建造された、大和型船艦二番艦、武蔵が浸水した後の船台で、秋月型駆逐艦複数隻を同時に建造する。 1942年3月4日、三菱重工業長崎造船所で建造中の秋月型三番艦、両月が浸水。3月9日、銅造船所は第109号艦を寄港。8月20日、軽巡洋艦、矢作屋、解剖艦等と共に命名される。同日付で各艦等は艦艇類別等級表に登録。同年11月24日、 若月は浸水。若月浸水式には、11月19日に、着任したばかりの佐世保鎮守府司令長官、名も忠和中将が臨席した。1943年5月1日、日本海軍は白露型駆逐艦、白露艦長、浅潮型駆逐艦、峰雲艦長等を歴任した鈴木智津厚中佐を若月偽装委員長に任命した。五月十一日、 竣工鈴木中佐は正式に若月駆逐艦長となる。主要初代幹部は佐藤忠史郎隊員、森健二中尉忠和夫隊員、関口義高予備中尉若月偽装院事務所は撤去された。同日府で横須賀鎮守布石。当初は舞鶴海軍交渉で昭和17年6月に寄港し、1944年5月に 春工というスケジュールが立てられていた。1943年5月31日の春工をもって、若月は訓練部隊の第11水雷戦隊に編入される。6月5日、瀬戸内海に到着。駆逐艦島風等と共に訓練に従事する。6月8日、桂島白地で長戸型戦艦、道の区が爆沈 11水船は救助作業に従事した。6月22日、若月は夕雲型駆逐艦、玉派と共に、瀬戸内海を出港して、大和型船艦2番艦、武蔵護衛のため横須賀に向かい、6月23日に到着する。間もなく2隻は、米船水艦ハーダーの来撃で大破した、元特設水上規模艦、相良丸救難作業への協力を命じられる。 相良丸は天竜川の河口に座礁した。27日、駆逐艦2隻は瀬戸内海に帰島した。7月7日、内海西部から横須賀に移動。12日まで大鷹型航空母艦、沖鷹の護衛を務めた。それ以外の時期は瀬戸内海で訓練に従事する。若月は、慶潤、立田と共に夜間水上戦闘の訓練をも行った。この頃、 マイズルでの修理を終えたアサシオ型駆逐艦、霞が、第11水雷戦隊所属艦として桂島、白地に到着、各艦は共に訓練に従事した。8月1日、瀬戸内海を出撃して再び横須賀へ向こう。8月2日に到着。8月15日付で、第61駆逐隊に配属され、胴体は秋月型駆逐艦3隻となった。 8月17日、連合艦隊司令長官、小上根一大正象直卒の主力部隊として内地を出撃し、23日トラックへ到着。トラック諸島に進出後、第3艦隊司令長官、小沢寺三郎中将を率いる機動部隊と行動を共にする。機動部隊は9月と10月にマーシャル諸島方面へ出撃したが、快適の機会がなかった。この頃、 秋月型駆区間に一番艦、秋月が戦線に復帰して、第61駆逐隊に復帰、胴体はようやく秋月型4隻となった。トラックに寄討して間もなく、ロゴ作戦が発動され、ラバウルなどへの航空要員の緊急輸送を行うこととなった。10月30日、第10戦隊機関の軽巡洋艦、アガヌイカ4隻はトラックを出撃し、11月1日朝に、 ラバウルに到着した。ところが、この11月1日未明に、アメリカ軍が、ブーゲンビル島、太郎沖並岬に上陸し、ブーゲンビル島の戦いが始まった。これを受け、第5戦隊は、第1襲撃隊の明光型重巡洋艦2隻、第3水雷戦隊指揮下の第1警戒隊、第2襲撃隊、第10戦隊指揮下の第2警戒隊、第3襲撃隊、 輸送隊を率いて11月1日14時30分にラバウルを出撃。26ノットの速力でエンプレスオーガスタワンのアメリカ艦隊を呼び輸送船団を目指して進撃。このうち輸送隊は逆上陸の見通しが立たなくなったことから1日夜に反転してラバウルに帰島した。翌11月2日未明エンプレスオーガスタワン手前にて アーロン・エスメリル少将率いる第39任務部隊の軽巡洋艦特畜艦の部隊に遭遇しブーゲンウィルト沖海戦が起こる。第39任務部隊は定時戦法をもって第5戦隊以下の進撃を阻み、第5戦隊以下は突入を阻止された上に病高と初風が衝突。2隻が沈没。 損傷艦多数を出し、米軍輸送船団撃滅の作戦目的を放棄して、ラバウルに帰投した。川内座城の第三水雷戦隊司令官は、旅行第104潜水艦に救助され、ラバウルに戻った。11月5日、第38任務部隊は、ラバウルに対する空襲を観光。同地へ進出したばかりの第二艦隊司令長官 栗田竹雄中上機下の従順洋艦部隊は、マヤ大派高校府のアタゴ艦長戦士等の大損害を受けた。若月は、資金団により、多少の浸水被害があった。南東方面艦隊司令長官、草勝富一中将は、従順部隊に帰還を命じ、栗田艦隊は、ラバウル進出中の2隻を含めて、トラック白地に戻っていった。11月6日、 南東方面部隊指揮官は、第10戦隊、第2水雷戦隊、第3水雷戦隊の戦力で、タロキナ逆上陸作戦を再開。支援部隊指揮下の第1支援部隊、第2水雷戦隊司令官指揮下の第2支援隊、停止員輸送隊指揮下の警戒隊、輸送隊及び部下島輸送隊をもって、輸送作戦を実施。水上部隊は、同日13時に、ラバウルを出撃。 軽心輸送隊は7日007分にタロキナ、上陸地点に到着し0045分に揚陸を終了。支援隊は2隻が空襲を受け警備の被害を受けたが、各艦とも大きな被害は出ず11月4日午前7時に、ラバウル駅通した。ブユゲンウィル島沖航空船が展開中の同時期、太平洋艦隊司令長艦チェスターに3つ対象は、南太平洋軍司令官、 ウィリアム・ハルゼー大将の要請を受けて、第50.3任務部隊を派遣する。ニミッツ大将は、ギルバート諸島方面の戦況を睨みつつ、を派遣することに決した。11月11日朝、米軍機動部隊は再び、ラバウル空襲を実施。遊グモ型駆逐艦、鈴波が沈没。駆逐艦、長波が、大波航行不能。アガノは、魚雷命中により、 艦尾をもぎ取られる。十船隊も昇破した。草下中将は、ラバウル所在水上艦艇のトラック白地対比を加か第十船隊の駆逐艦二隻は、第二水雷船体核艦と共に、トラックへ開港される高尾型重巡洋艦四番艦、マヤ、潜水母艦、長芸を護衛して、ラバウルを出港したが、十二日二十船隊は、米潜水艦に襲撃され、ひかみなりした。 アガノは、航行不能となった。三隻は、若月一氏と,と分離したアガノ、裏風の救援に向かった。それ以上の被害は出ず、トラック白地からの救援艦等と合流後、各艦は14日から15日にかけて、トラック白地に到着した。続いて重戦隊の駆逐艦二隻は内地へ戻る三隻を、護衛して、トラック白地を出発。十一月十九日、三軍は、 艦隊を追跡する米潜水艦、スカルピンを発見し、同艦艇を撃沈して生存者、約40名を捕虜とした。3雲はトラック白地に戻り、残る艦は内地の航海を続ける。11月25日朝、日本近海で、若月は、カシュマイカセト内海海港組と分離。11月26日に、横須賀に帰島、同地で修理を実施する。修理と、 奇獣増備工事が行われるも十二月二十一日に、間室で火災事故が発生して、修理完了が昭和十九年一月九日となった。修理中の十二月十二日、第六十一駆逐隊司令は、大江大佐から泊まり三吉大佐に交代。1 9 4四年一月十六日、特設巡洋艦赤木丸を護衛中の第六十一駆逐隊、所属2席は、 米戦水艦スタージョンに来撃されて、両月が大破、泊まり大佐が戦死する。修理を終えた本艦は、横須賀から内海西部に移動。2月6日、第10戦隊は、空母2隻、重巡洋艦、筑摩を護衛して、洲本沖を出撃し、各艦は2月13日から14日に、湘南へ到着。第61駆逐隊は、輪河白地に開港されて、 訓練に入る。3月15日、第61駆逐隊は日本向けの輸送物件を搭載してシンガポールを出港し、3月21日にご到着。到着直前の3月20日付で、天野茂高大佐が第61駆逐隊司令に任命され、公認の第10駆逐隊司令は赤沢慈久を大佐となった。天野司令を迎えた第61駆逐隊は、 林河白地に向かう新鋭空母、大砲を護衛して3月28日に瀬戸内海を出撃。4月4日、シンガポールに到着した。その後、修理中の両月以外の第61駆逐隊は、対戦紹介や第1航空戦隊の訓練支援に従事する。5月、第61駆逐隊は、第10戦隊各艦ともに行動。 5月11日、アゴ作戦準備発令に伴って、機動部隊を護衛して、リンガ白地を出撃し、5月15日に、たびたびに到着して、湾外での対戦相当に従事する。6月6日、駆逐艦2隻は旧油船、京川丸を護衛、バリクパパンを目指して、タウイタウイ白地を出撃。同日夜、水月は、ダバオ南東海上で、アメリカ軍潜水艦。 ハーダーの来撃により沈没。同行していた若月も来撃されるが被害はなく、本館は6月8日にバリクパパン機6月13日の第1機動艦隊のたびたび出撃には同行できず、第1補給部隊を護衛した後6月17日に第1機動艦隊に合流した。6月19日のマリアナ沖海戦第1日、若月は、 大砲司会内にて名を務めるが、同艦は、米潜水艦アルバコアの雷撃によって損傷。14時32分に大爆発を起こして、沈没の危機に瀕すると、第一機動艦隊司令部は、カッターボートで、大砲から脱出、若月に移動した。若月は、小沢司令部が16時6分に、従順洋艦、ハグロに移るまで、第一機動艦隊の臨時機関となった。 大砲艦長菊池町さん大災火生存者は、いっ風に救助された。また、同日午前11時、空母、昇格も、米潜水艦河原に雷撃され、午後2時頃に、沈没した。海戦、第2日目の6月20日、小沢長官は、羽黒から昇格型二番艦、随格に機関を変更。小沢中上時期卒の後部隊は、臨境陣を形成、若月は、 機関、随格の左後方に位置し、午後からのアメリカ第58任務部隊の関西域による空襲に対して10センチ砲弾440発、機銃弾4000発を撃った。海戦に敗れ、6月22日に中条湾に寄港の後、各艦は6月24日から25日にかけて瀬戸内海に帰島6月28日、秋月型2隻は、 当時の連合艦隊機関である慶巡、大淀を護衛して、横須賀に向かう。横須賀に到着後、横須賀海軍交渉で、機銃装備と13号電探の設置工事が行われた。7月1日府で、若月水雷町は、森健次郎隊員から加藤文雄隊員に交代。7月5日、秋月型2隻は、横須賀を出港して、呉に移動。呉に到着後は、 遊撃部隊、オツ部隊に加わり、第10戦隊は軍艦3隻を護衛して7月8日にクレを出撃する。オツ部隊は沖縄本島に配備される陸軍部隊を中条湾で降ろす。ついでマニラで軍事品を陸上げした後、7月20日にリンガ白地に到着。月末、本艦はシンガポールで入居整備を行った。 8月、第10戦隊各艦とともに、リンガ白地方面で紹介と訓練に従事。9月12日、第10戦隊の駆逐艦4隻は、リンガ白地を出港。9月19日、クレに到着。同地で、本艦は、第17駆逐隊と分かれ、瀬戸内海において、第2遊撃部隊、空母機動部隊と共に待機する。10月に入り、 第11水雷戦隊各艦、第61駆逐隊、第41駆逐隊は、機動部隊に編入。だが4 1るの姉妹艦、冬月は、軽巡大淀護衛中に、米潜水艦に雷撃されて損傷、呉で修理を余儀なくされた。台湾沖航空戦の勃発に伴い、第61駆逐隊は、第653海軍航空隊の人員と、 基地物件を高尾へ輸送する任務を命じられた。この命令は、間もなく、取り消され、練習巡洋艦、鹿島と、第30駆逐隊が担当することになった。10月17日から18日、大分を出撃して、九州沿岸を南下中の、第61駆逐隊は、米潜水艦別号に襲撃され、魚雷2本が命中した、両月は中破若月は、 爆雷攻撃を行い、両月の被を援護した。だが、両月は入居を余儀なくされ、レーテ沖海戦に参加できなくなった。10月17日、アメリカ軍がフィリピンレーテ湾のスルアン島に上陸。翌18日、日本軍は早1号作戦を発動した。この作戦は、小沢中将を率いる機動部隊がおとりとなって第38任務部隊を引きつけ、 その暇に、第二艦隊司令長官、栗田武雄中将を率いる第一遊撃部隊がレーテ湾に突入し、アメリカ軍の上陸部隊を撃破するというものであった。10月20日遊国、小沢機動部隊は、文護水道を出撃。10月24日、本隊から分離した前衛6隻第四航空戦隊、秋月型4隻は、夜襲を試みるも成果なく、 夜半過ぎに本隊に合流した。春勢提督は、栗田艦隊は壊滅的打撃を受けたおと判断し、標的を小沢機動部隊に向けた。同日、松形二隻は小沢機動部隊から分離、沖縄に退避した。10月25日、小沢機動部隊は、沿岸の岬沖で、第38任務部隊の艦載機による空襲を受ける。空襲により、姉妹艦。 秋月、京多玉、空母3隻は沈没。健在駆逐艦3隻は随格、随放上院救助に当たった。続いて2隻は、当時まだ沈んでいなかった、千代田救援のためなんか、すると、第38任務部隊から分離して、日本艦隊を追撃中の、第34任務部隊の巡洋艦部隊と、交戦することになった。デュボース隊は、まず、 千代田を砲撃して撃沈し、さらに、小沢部隊を追撃した。第61駆逐隊司令、天野茂高大佐は二隻を逃がすために司令駆逐艦、諸月を反転し、米艦隊と交戦の末に撃沈される。諸月の決死の援護により、若月伊香閣艦は七を出した。期待後、若月は、再度の野襲を起とした、伊勢、日向、大淀、下月と合流した。 若月は海戦を通じて機銃弾を多数受けたものの、それ以上の被害はなかった。また、秋月初月の沈没により、第61駆逐隊は二隻編成となった。10月27日に、天見大島に到着後、大淀と共に、マニラ方面への進出を命じられ、二隻は、下月以下各艦から弾薬を供給された。10月29日、二隻は、 奄美大島を出発。11月1日、マニラに到着。若月は、多合作戦支援部隊に編入され、大淀と分離した。炎上し、沈没寸前の若月。フィリピンにおける、日本海軍最高責任者の南西方面、艦隊司令長官三河軍一中将は、霊帝島に対する増援輸送作戦を多合作戦と、呼称した。連合艦隊は、 すでに10月27日に第31駆逐隊を28日に第2水雷戦隊を第1遊撃部隊から第2遊撃部隊に編入していた。機動部隊主体からは秋月型駆逐艦4隻を第2遊撃部隊に編入した。秋月型4隻のうち、両月と冬月は損傷修理が間に合わず内地で待機、若月と下月がフィリピンに進出した。 11月1日、南西方面艦隊司令長官は、三河中将から大川内殿七中将に交代した。相川内中将は、多豪作戦の第3次から第7次までの実施計画を発令した。第3次輸送部隊と第4次輸送部隊は11月6日、マニラ出撃の予定だった。11月5日、マニラとクラーク地区は、米軍機動部隊艦載機の空襲を受ける。 マニラ湾で従順洋艦ナチが沈没、多合作戦十字中の駆逐艦2隻が損傷した。空襲のため船団の出撃は遅延した。翌7日、空襲はなかったが、第14方面軍が大本営に、霊帝輸送作戦中止を意見伏しにしたため、船団は出撃しなかった。連合艦隊は南西方面艦隊に対し、11日起きし、 1> 第1遊撃部隊のレーテ突入とともに、第3次、第4次増援を強行するようにと通知した。11月8日朝、若月は、多合作戦第4次輸送部隊を護衛して、マニラを出撃。第4次輸送作戦部隊は、マニラ空襲の影響で、第3次輸送作戦部隊より先に、オルモック湾へ向かう。有速輸送船三隻を第一護衛部隊の、 解剖艦4隻、第1水雷戦隊司令官木村正富少将指揮下の駆逐艦6隻で護衛する。また別動隊の第1号型輸送艦3隻も、同日夕刻に、マニラを出撃した。11月9日夕方に、オルモック湾に到着するも、大発が揃わず揚陸作業は難航。兵員しか陸揚げできなかった。11月10日朝、第4次輸送部隊は、 オルモックワンを出撃して、マニラに向かったが、間もなく、B、B-25 爆撃機と、P、P-38 戦闘機の攻撃を受ける。解剖艦11号、陸軍特殊船高津丸と輸送船カシー丸が沈没。木村少将は、駆逐艦3隻に救助作業を担当させ、損傷した、周遭以下の艦艇を輸送船金華丸の護衛につけて、マニラへ先発させた。 この後、木村少将は、帰下の駆逐艦3隻に対し、第3次輸送部隊と合流する、よう加齢する。分離を命じられた3隻は、21時にマスバテ、島東方のブラックロック水道で多合作戦第3次輸送部隊に合流。一方、第3次輸送部隊から、駆逐艦2隻が分離、第4次輸送部隊の3隻と任務を交代した。 第3次輸送部隊は11月11日の正午頃にオルモック湾に到着する予定であったが、その直前に第38任務部隊の艦載機347機による空襲を受ける。輸送船4隻は沈没。続いて護衛艦,艦艇も狙われる。11時40分、若月の全部と後部に爆弾が命中して、北緯10度50分、東計124度31分。 北緯10.833度統計124.517度、10.833124.517の地点に沈没。駆逐艦長、鈴木保津大佐、若月砲術長、折笠重康少佐など290名が戦死。なお若月生存者のうち45名がフィリピンの戦いにおける陸上兵力に転用されたとの記録が残る。 第3次輸送部隊は、若月を含め駆逐艦4隻沈没、輸送船団全滅、島風沈没時にに推薦司令官、早川三夫少将戦士及び司令部全滅という大損害を受けた。マニラに生還したのは駆逐艦、朝島だけだった。11月15日、第10戦隊は解体されて、残存艦艇は第2水雷戦隊に編入される。同日付で、 第61駆逐隊も解体。すでに沈没していた若月は書類上第41駆逐隊に編入された。翌年1945年1月10日、若月は帝国駆逐艦席、秋月型駆逐艦第41駆逐隊のそれぞれから除籍された。艦長たちの軍艦誌357ページによる。鈴木友厚中佐。 1943年5月1日から1943年5月31日、鈴木多物圧中佐、大佐、1943年5月31日から1944年11月11日、戦死。ありがとうございます。